一番簡単なレベルですよ。まあ普通の人なら軽くクリアできるな。軽い腕試しのつもりでやってみてね。このゲームを買うくらいの人ならこのレベルから始めてほしいな。まだなんとか楽勝だろう。これくらいのレベルになるとかなり難しいかな。自分はシューティングゲームが得意だと思うなら迷わずこのレベルに挑戦することをお勧めするぜ。このレベルで遊ぶの？やめた方がいいよ。このレベルをクリアできたら俺たちから君にシューティングマスターの称号を捧げよう。Oh.